けの遊び。町の黄昏時、プラテールと私は寒さに凍えて、水枯れの小川に沿ったわびしい路地の小紫の暗がりへ入っていく。貧しい子供たちが物乞いの真似をして、おどかしっこをしている。頭に袋をかぶった子、目が見えないと言ってる子、片足を引きずっている子、それから急に子供心のあの気まぐれで、今度は王子様にでもなったつもりだって。ちゃんと靴も履いているし、服も着ているし、おまけに母親たちがそれぞれ工夫して何かおやつを作ってくれたからだ。うちの父ちゃんには銀時計があるぞ。うちの父ちゃんには馬がある。うちの父ちゃんだって猟銃があるよ。朝早く人を起こす時計、ひもじさを打ち殺せない猟銃、惨めな暮らしへと進んでいく馬。今度は女の子たちが手をつないで輪を作る。とっぷりと日が暮れて、言葉つきの違うよそ者の少女が一人、青い鳥さんの名が、暗闇を縫う一筋の水晶の糸のようなか細い声で、まるでお姫様気取りで調子よく歌う。そうそう、今は歌いなさい、夢見なさい、貧しい子供たちよ。やがて君たちに人生の春の夜明けが訪れるとき、冬の姿を装った春が無邪気な物乞いのように君たちを怯えさせることだろう。さあ行こう、フラテーロ。休憩なんて分かりますから、で軽くこう挨拶されて、でそっちから自然に開けて、で実際休憩です、それ今。ほら、もうあそこに入ってるよ、ブラテーロ。黒いかわいいツバメがね、モンテマヨールの聖母の画像のそばのあの灰色の巣の中に。だからあの巣はいつでも大事にされているのさ。でもかわいそうにツバメはびっくりしているようだ。先週午後2時の太陽が日食で陰った時、ニワトリたちが勘違いして鳥小屋の中へ引っ込んだのと同じさ。今度は気の毒にツバメたちがどうも勘違いしているらしい。今年春はいつもの年よりも早く甘めかしい姿で起き上がったけれども、寒さに震えながら3月の曇り空のベッドの中に柔らかな裸の身を再び横たえなければならなかった。オレンジ畑の乙女のようなバラの花がつぼみのままでしおれていくのを見るのはなんとつらいことか。ツバメたちはね、プラテーロ、もうこの町まで来てるんだよ。それなのに鳴き声がほとんど聞こえないね。いつもの年ならば着いたその日からひっきりなしにさざ波のような鳴き声で全てに挨拶し、全てに好奇心を示すのに。そしてツバメたちはアフリカで見てきたものを花たちにお話ししてやったのに。またその翼を帆のように張って波に浮かんだり、船のロープに止まったりして往復した二度の海の旅についてのお話や、さまざまの夕暮れやさまざまの夜明けや星のきらめくさまざまの夜についてのお話などもね。今年のツバメたちはどうしてよいのかわからないのだ。黙りこくってあてもなく右往左往しているだけ。ちょうど子供に道を踏みつけられたアリの行列みたいにね。一直線を描いて飛んだかと思うと、最後にちょっと飾りをつけるようにひょっと方向を変える後飛び方で、ヌエバ通りを盛んに行き来する元気も今年はないのだ。井戸の中の巣に入っていこうともしないし、北風がまだうなっている電信線の
白い外資のあたりに泊まろうともしない。春の便りをもたらす郵便配達になって彼の古典的な風物詩を描くこともない。これでは寒くてツバメたちが死んでしまうよ、プラテーロ。回復期、カーペットを敷き、タピストリーをかけて柔らかな感じの病室はほんのりと黄色く照らされている。病気が回復してきた私は星の雫に濡れた夢を見ているように、野原から帰ってきたロバたちの弾む足音や遊んだり大声を出したりしている子供たちが夕暮れの通りを通るのを病室から聞いている。ロバの黒っぽい大頭と子供たちの可愛らしい小さな頭がまぶたに浮かんでくる。ロバの鳴き声に混じって子供たちはクリスマスの歌を水晶と銀のように響かせている。町全体が栗を焼く黒い煙と馬屋から昇る湯気と平和な暖炉の息吹に包み込まれる感じだ。そしてあたかも胸の奥底に隠れていた岩の間から空色の水が激流となって流れてるかのように、私の魂は浄化されながらコンコンと湧き出てくる。罪の回春がなされる夕暮れ時を、冷たく同時に暖かく無限の光明に満ちて心の金銭に触れるひとときよ。鐘の音があの上の方で、あの窓の外で、星たちの間で鳴り響く。鐘の音に誘われてプラテーロが馬屋で鳴く。天がすぐ近くに感じられるこの一瞬、馬屋がとても遠くにあるような気がする。私は気弱に感動し、一人で涙を流す。ファウストのように。ジプシーたち、ほら見て、プラテーロ。ジプシー女が通りを下がってくるよ。赤金色の日の光を浴びて、体をまっすぐにシャウトさせ、コートなしで誰にも目をくれないで、若い頃の美しさをなんとよく残していることか。カシの木に掘ったみたいに身のこなしがまだ颯爽としてるよ。冬の季節だというのに黄色いショールを体に巻きつけただけで、ひだ飾りのついた青いスカートは白い水玉模様だ。いつものように墓地の後ろにテントを張る許可をもらいに、彼女は町役場へ行くところだよ。君はジプシーたちの汚らしいテントをもう思い出したかね。そのあたりには焚き火やらケバケバしい身なりの女たちやら、まるで死そのものをのぐもぐかみしめているような今にも死にそうなロバたちが。ロバといえばね、プラテーロ、オランダ織通りのロバたちは下の方の家々の裏庭からジプシーたちの気配を感じてもうブルブル震えているだろうよ。ところで僕はプラテーロのことでは安心している。なぜならプラテーロのお前まで来るにはジプシーたちは町の半分を飛び越さなければならないから。それに万人のレヘールは僕を愛しているし、プラテーロを可愛がってくれているからだ。だが僕はからかって脅かしてやろうとわざと声を太くし、きび割れそうに言う。おはようプラテーロ、早く中へ、格子戸を閉めてしまうよ、君をさらいに来るからね。ジプシーにさらわれることなんかないと安心しきっているプラテーロは、でも早足で格子戸の扉を通る。扉は鉄とガラスの大きな硬い音を立てて閉められる。プラテーロは大理石の中庭から花の中庭へ、花の中庭から裏庭へ、まるで矢のように飛び跳ねていく。あっという間のこの奔走で、困ったやつ、青い花のつる草を折ってしまった。
モゲールの空にいるプラテーロへ。足取り軽やかな愛しいプラテーロよ、あんなにしばしば私の魂を、私の魂だけを乗せて、サボテンやゼニアオンやスイカズラの深く茂るあれらの道を歩き回った私の愛するロバよ、君のことを書いているこの本を今では君にもわかるのだから、君に捧げるよ。君の魂と一緒に私たちのモゲールの風景の魂もまた空へ登っていったことだろう。今頃は天国にいてモゲールの風景の魂のあたりで草をはんでいる君の魂にまでこの本は届くのだよ。この本は紙の背中に私の魂を乗せていく。私の魂は花咲く野茨の道を昇天しながら、日ごとに優しく、日ごとに穏やかに、日ごとに清くなっていくよ。そうとも、夕暮れに静かなオレンジ畑を通り、高麗ブースとオレンジの花の中を私がゆっくりと物思いに沈みながら、君の亡骸に優しく歌を歌う松の木に近づくとき、キバナアイリスの前で立ち尽くす私の姿を、ねえプラテーロ、永遠のバラの花園から幸せな君が見てくれるということを私は知ってるよ。土に帰った君の胸からキバナアイリスは芽生えたのだものね。できないゆっくりフェイドアウトしたね。そうそして、はぎきに入れて、そう、それだったらいい。